大胸筋の輪郭を作るためにフライ種目を選択する必要がある。皆さんこんにちは、論文で解決チャンネルのお時間です。さあ本日は大胸筋にフライ種目は絶対に必要ですということで、大胸筋の輪郭を浮かび上がらせるためのトレーニング方法と最強種目について詳細に解説をしていきます。実際のフライ種目の導入方法、そして実践方法も合わせて解説をしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。まずはフライ系の種目とバーベルベンチプレスの比較を行った研究を見ていきましょう。2020年に西ノルウェー大学からバーベルベンチプレスとダンベルフライにおける筋活動の比較というテーマの研究が発表されました。対象は平均年齢 22.9 歳、平均トレーニング歴 4.8 年の男性17名を対象にして、バーベルベンチプレスとダンベルフライの筋電図を使用した比較というのが行われました。分析された筋肉としては、大胸筋、三角筋前部繊維、上腕三頭筋、上腕二頭筋です。それぞれバーベルベンチプレスとダンベルフライトで、どの程度筋活動に差が生まれるのかの分析が行われ、結果としては実際の論文の図だとこんな感じになっています。まず、上腕二頭筋に関しては、ダンベルフライの方がバーベルベンチプレスと比較し、76% も筋活動が高く、上腕三頭筋はベンチプレスが 75% 筋活動が高い。三角筋前部繊維はベンチプレスで 25% 筋活動が高いという結果でした。そして大胸筋はと言いますと、バーベルベンチプレスとダンベルフライを比較した結果、ベンチプレスの方が 16% 筋活動が高いことが確認されました。特にバーベルを下ろすフェーズでは、大胸筋上部繊維は 42% 上昇し、中部繊維は 21% の上昇が確認されました。つまり上腕二頭筋を除けば、バーベルベンチプレスの方が全ての筋肉において筋活動が高いというわけです。ここまでのデータだけを見ると、あれ、フライ種目なんて取り入れる必要があるの？と思うかもしれませんが、ここで注意しないといけないのがフライ種目の種類とそのやり方です。実際の研究で行われたダンベルフライの方法がこちらです。こちらは実際の論文から引用した図ですが、見ていただいてわかるように肘関節が90度よりも伸びてしまっていて、上腕二頭筋が膨隆していることがわかります。このやり方ではダンベルの重さが大胸筋ではなく肘関節、上腕二頭筋にかかってしまっていますので、ダンベルフライのやり方として不十分だと言えます。フライ種目で重要なのが、大胸筋をどれぐらい伸長させられるのかという部分ですので、このやり方では上腕二頭筋に強い筋収縮が入ってしまうことも納得の結果だと言えます。大胸筋を肥大させる上で伸長、つまり大胸筋を伸ばすことがどれくらい重要なのかと言いますと、これは2024年にロイファナ大学から発表された最新研究で明らかになっているんです。大胸筋の静的ストレッチと筋力トレーニングの比較というテーマの研究で、対象は筋トレ経験者81名で、この対象者を大胸筋ストレッチグループ、大胸筋筋力トレーニンググループ、コントロールグループの3つのグループに分けます。ストレッチグループは図のように、大胸筋の伸長を合計15分間、期間は8週間で週に4回実施。筋力トレーニンググループも同様に、期間は8週間でトレーニング頻度は週に3回、大胸筋の筋力、筋肥大率の変化を分析したという研究です。要は、大胸筋を伸長させることと大胸筋の筋力トレーニングの効果比較を行ったというわけです。そして結果としては、実際の論文の図だとこんな感じになっていまして、まず筋力に関しては筋力トレーニンググループがプラス 10.3% だったのに対し、ストレッチグループはプラス 10.16% ということで、統計学的な優位差なく、どちらも同様に筋力増強が確認されました。そして筋肥大に関しては、筋トレグループでプラス 5.35% だったのに対し、ストレッチグループはプラス 5.65% という結果で、こちらも統計的な優位差はありませんでしたので、どちらも同様に筋肉は肥大したということです。つまり大胸筋に関しては、強い伸長刺激を加え続けることによって筋トレと同等の筋力増強効果、筋肥大効果を生むというのがこの論文の結論になります。研究者曰く、強い伸長刺激による機械的張力や神経適用によって
大胸筋の機能向上がストレッチグループでも認められたのではないかということが考察されていました。大胸筋を強く伸長させることが大胸筋の筋力増強、筋肥大にはとても重要だと述べられています。そして最も大胸筋に伸長刺激を与えることができる種目がマシン種目なんです。皆さんご存知の通り、大胸筋は鎖骨部、胸肋部、腹部の3つの繊維に分かれており、それぞれ作用も違います。ただしこの3つの繊維が共通する要素として、肩関節水平屈曲というこのような肩を胸の前に内側にスライドさせる作用と、肩を内側にねじる肩関節内旋の動きがありますので、大胸筋を伸長させるためにはこの真逆、肩関節の水平伸展と肩関節の外旋要素を加える必要があります。プレス系の種目、つまりバーベルベンチプレスでは、どうしても肩関節は内旋している状態で、なおかつ荷重は胸の近くを通りますので、大胸筋の伸長刺激には不十分だと言えます。一方でフライ系の種目は、肩関節を中間位で怪我を予防しながら大胸筋に伸長を加えられますし、荷重も胸の遠方を通るため大胸筋に強い伸長刺激を加えることができます。実際のロイファナ大学の論文の図を見ていただけると分かりやすいですが、このようにフライ種目のネガティブフェーズの最終域で最も大胸筋に伸長刺激を加えることができますので、大胸筋全体をしっかり伸ばすことができるフライ種目を選択する必要があります。なおかつフライ種目の素晴らしい要素としてもう一つ挙げられるのが、大胸筋の内側の筋肥大も狙うことができるという部分です。先ほど大胸筋には上部、中部、下部の繊維があることを解説しましたが、実際に内側部というのは特に繊維としては分かれていませんので、内側の部分に刺激を入れるためにはしっかりと大胸筋を伸ばす必要があります。特に大胸筋中部繊維は胸骨から伸びている筋肉ですので、この胸骨部分まで大胸筋を伸ばして伸長刺激を入れることが、大胸筋全体にボリュームを持たせるためにとても重要です。2019年に販売されたストレングストレーニングアナトミにおいても、マシンチェストフライは三角筋や上腕三頭筋の影響を受けにくいため、大胸筋の内側に集中した筋活動を促すのに適しているという提言もあり、解剖学的な観点からマシンチェストフライは大胸筋全体に伸長刺激を加えるために取り入れる必要があるというわけです。それではここからは実際にマシンチェストフライの科学的な正しいやり方、また間違えてはいけない考え方というのを深掘りしていきます。論文で解決チャンネル。マシンチェストフライを行うにあたって必ず間違えてはいけないのは、先ほどもお伝えしたように大胸筋をしっかりと伸長させることです。どうしても大胸筋の内側に筋収縮を入れる意識でいると、こんなような大胸筋の内側に力が入りやすい、大胸筋が伸びていない範囲でトレーニングをしがちなんですが、これでは全く意味がありません。先ほどもお伝えした通り、内側部分には個別の筋繊維はありませんので、大胸筋の内側部を肥大させるためにマシンチェストフライで大胸筋をとことん伸ばすことがとても重要です。なので力が入りやすい部分でこねこねと動かすのではなく、しっかりと大胸筋の最終域を意識しながら内側までしっかりと伸ばすことが重要です。また冒頭で紹介した研究でもお伝えしましたが、肘関節を90度よりも伸ばしてしまうと上腕二頭筋の筋収縮が強く入ってしまいますので、肘関節を伸ばすのではなく胸を張ることを意識するようにしましょう。以上が大胸筋にフライ種目が絶対に必要な理由でした。ただしフライ種目だけやればいいという意味合いではありません。以前にもお伝えしましたが、トレーニングというのはそれぞれの筋肉で2種目以上導入することが最も筋肥大を進めますので、フライ種目は他の種目と組み合わせる必要があります。2024年のスポーツ科学研究所から発表されたこちらの研究では、マシンチェストフライを予備種目として導入することでベンチプレスにおける大胸筋の筋活動が優位に高まったというデータがあります。具体的な数値としては、平均 69.58 からマシンチェストフライを導入することで 91.49 に向上することが筋電図データとして出ていますので、バーベルベンチプレスの前にマシンチェストフライを導入することでベンチプレス時の大胸筋の筋活動を大幅に高めることができます。ぜひマシンチェストフライとバーベルベンチプレスの導入で大胸筋をでかく強くしていきましょう。
チャンネル登録者20万人突破記念で始めた公式 LINE では、現在期間限定で筋肉量をとことん増やすためのカロリー戦略、筋トレ時短テクニック5選、人工甘味料のすべて、テストステロンの分泌量を上げるための筋トレ完全版、腹筋を割るための科学的戦略の5つの PDF コンテンツを無料でプレゼントしています。今後もコンテンツを続々追加予定ですので、ぜひ無料で概要欄から登録してみてください。それでは本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。